まあ、考えたら2002年のワールドカップの決勝、この日韓の大会だったんですが、まあ、ドイツとブラジルの決勝でした。相馬行きます。相馬、相馬中へ入っていくと、いいボールしてますけどね。ねえねえ、相馬、おう、危ない。で、あの列ももちろんあの早いんですが、それ以上にやっぱりリーグに戻るともっと早いプレーが出てくるわけですよね。はい、そうですね。あそこへの対応ということになりますが、サレハミキッチが下がっていきます。まあ、あの感じで西田が出てきましたけどね、はい、あれ上がっても誰もいないですからね、山田、相馬、相馬、ここもボールが出ています。おそらくね、はい、ピッチのここでハグリーブスに行く、ここアウト、危ない、カリミとは危なかった。まあ、ドレファーというキーパーは66人の前なんですが、2003年夏に一旦引き下がった引退予算ですが、また復帰しています。おっと、ここはカードですか。うん、初めてのカードになりました。やっぱり一番後半になって、相馬が相手を混乱させてますよね。はい、でカリミにイエローカードです。まあ、ここはある意味ではアジアというこの日本という意識もどこかにあるかもしれません、ね。はい、あと今日のゲームでカリミが自分のパフォーマンス出してないんです。そうなんですね、ちょっとイライラもあるから。そうです、はい、アレックス、相馬、クルベが中にいます。おー、そのカリミです。気持ち入ってます、アレックス、うん、サイドした。そして相馬、チャンスか、レッツ、相馬、相馬、相馬粘る、まだ持っているか、おお、最後カリミ、相馬、坂井と山田とね、はい、山田もよく動いてますね。かばした、相馬、速いボール入れたんですが、と思いますよ、はい、そんな中でまあうまくいってないカリミなどもね、はい、もう身長穏やかじゃないですよ。相馬、早いぞ。さあ相馬、もう一回回った、いいプレーだ。相馬でやったシュート、山田との今面白いプレーだったんですよね、はい、うん、です。もう少しペナルティエリアのあたりで、はい、こういうプレー欲しいですよね、もう一つ欲しいんですよね、はい、そうしないと崩れないですよ、まあ、現役時代はこのバイエルンで栄光を手にした一人になりますが、まあ、黄金期を築いた一人ですからね。そうですね、まあ、バイエルンの歴史というのが、あのベッケンバウアー、そうですね、ゲルト・ムーラー、その辺が出てきてからですか、はい、ね、アレックス出た、カリミ、あっとこれファウルになりました。相馬のファウルです。以上、彼らもね、やっぱり引き分けよりは勝ちたいわけですから、はい、このところ点への集中力というのは、まあ、出していきたいんですが、時間も43分です。相馬いった、相馬、相馬、まだいます。逆に今は列の方にチャンスが生まれると思いますからね。ただ今相馬一人なんですよね、あそこで、屈辱ですよ、これなんで、ね、ドイツの、まあ、トップチームになるわけですから、は変えません。カリミ、ね、こういう相手は最後には引き分けて変えるというケースが結構多いじゃないですか、はい、とするとこのロスタイム本当に